えー、ひろゆきさん、こんばんは。え、安倍元総理の殺害事件で、山上容疑者の除名単眼運動が起きています。同じようなことが515事件の時に起きて、減刑されたことで、その後、より3な二二六事件を受長したとしてされています。しかし当時、テロの標的になった政府がかつてテロをしまくって成し遂げた武力討伐は肯定されています。私は結局、実力行使は結果次第のではないかと思います。ひろゆきさん、山上容疑者の減刑運動についてどう思われますか僕は反対なんですけど、ただ、減刑運動をしたい人とか、除名単眼 をしたいいいい人がいるのでであれればば自由にやればいいと思うんですよ要はあのそういうことをしたいよねと思う人の気持ちをそういう気持ちになるなっていうのを言うのは僕は間違いだと思うんですよ。でじゃあそこであのじゃあ除名たむうのもすればいいと思うんですよ。ただじゃあ除名しますとか刑をそのなんか短くしますって僕は政府はやるべきではないと思います。そのあの単純な殺人事件ではなくてやっぱテロに近い行動だと思うんですよ。 国のあるトップレベルの人を攻撃することによって社会システムを変えようとしたっていうのは、その、あの、ある種その内乱罪に近い行為だと思うので、そういう意味でいくと僕は極刑にかるべきだと思ってる派なんですよね。で、ただその山上さんがかわいそうな状況であったのは事実なので、で、山上さんは別にあの、生き残りたいと思って、なんかそういう行動を取ったわけではないと思うんですよ。 なので、その彼が無念であるというふうに思うのであれば、その統一協会を何とかするという方向で頑張った方が、山上さんも満足すると思うんですよね。なので、僕はその山上さんが生活がひどい状況で、その、まあ、兄も統一協会に、あの、なんか刺しに行って失敗して、結果自殺しますとか、お父さん自殺しますとかっていう環境は良くないし、同情の余地は多分にはあると思うんですけど、ただやった行為自体の罪が、 そのまあ軽減されるというほどのことではないのでなので極刑になるけどただ彼のような環境の子供を今後生まないためには日本社会をどうするべきかという方向で動いた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。